今回は 12V のコードを選ぶ際のポイントについて1基礎知識2インバーター用途3充電用途4一般配線用途5安全対策のヒューズ6コードの種類に分けてお話ししますなお 100V の外部電源ケーブルの選び方については概要欄に記載の動画を参照ください1基礎知識 12V の電源コードは 100V の商用電源と異なり電力供給元が複数ありそれぞれの特性や用途に合わせて考え方の優先度が変わってきますが許容電流電気抵抗電圧効果これらを基本に考えていきます許容電流許容電流とは電線に流すことができる電流の値です許容電流については 詳しくは内線規定の1340節に記載されています。許容電流の値だけであれば Web 検索でも出てきますが、許容電流は状況により変化しますので、余裕を持った太さを選択すると良いです。許容電流以上の過電流が流れると、抵抗による発熱で電気火災になる可能性があるため、高度に流れる電流値の想定よりも、大きい許容電流の高度を選んだ上で、 許容電流よりも小さな定格電流のヒューズを入れヒューズが先に切れることにより過電流を防ぎますなぜ許容電流の話を最初にするかというと 12V の配線では 100V と比べ同じ消費電力の機材を動かす際により多くの電流が流れるため過電流が発生しやすい状況になるからです単純計算をすると 100÷12=8.34 となり 8倍以上の電流が流れることになります。そのため、12v の配線で必要な高度の太さは100ボルトに比べ太くなります。具体例として 1000w の電力が必要な場合、100ボルトだと10アンペアですが、12v だと83.4アンペアが流れる計算となります。10アンペアですと、通常の1.25スケアの高度で事足りますが、83.4アンペアを流すとなると。 14スケア以上は必要になります高度が太くなると配線もしにくくなりますので 12V の配線は用途に応じて太さを調節するのですが太さを変更した場合それに応じたヒューズを設置し流れる電流を許容電流内に抑える必要があります。電気抵抗抵抗とは電流の流れにくさのことで同じ長さの配線においては高度が太ければ抵抗は小さく。 電流は流れやすくなり、高度が細ければ抵抗が大きく、電流は流れにくくなります。高度が長くなると、その分だけ抵抗が増えます。電流は高度の抵抗により熱に変換され、深側の電圧が下がります。この熱は配線設計上では利用不可能な電力損失と考えますので、バッテリーを電源とする限られた電気エネルギーの中では、高度の抵抗による電力損失を抑えることが。 利用可能な電気エネルギーの確保つまりバッテリーの持ちにつながります。電圧効果電圧効果とは抵抗により電圧が下がることを指しますが配線を行う際には高度の抵抗が原因となり負荷側の電圧が下がってしまうことが問題になります。電圧が下がると負荷の種類により出力が落ちたりより多くの電力を消費したりします。具体例として 電気抵抗が増え電圧効果が発生するとファンやヒーターなどの単純な負荷では流れる電流は変わらず落ちた電圧のまま負荷を稼働させることになり風量が落ちたり暖かくならなかったりします供給される電力は同じでも高度の抵抗により熱に変換される分負荷で使用できる電力が少なくなるイメージですインバーターなどの出力制御が入っている負荷では 硬化した電圧の分だけ電流を増やし出力を一定に保ちますのでバッテリーからより多くの電流が流れ電力を消費します高度の抵抗により熱に変換された分を補うようにより多くの電力を取り出すイメージですこれらの基本的な考えをもとに用途に応じた適切な高度を選んでいきます2インバーター用途インバーターは取り出す電源がバッテリーですので抵抗はなるべく少なくした方が良いです ババッテリーーーからインタ高度の長さによる電気抵抗を気にする必要は少ないため考えるのは許容電流だけで済みますただし大出力のインバーターを搭載する場合は流れる電流はかなりの量になりますので許容電流だけ考えてもかなりの太さの高度が必要になりますバッテリーからインバーターまでの距離が長いと許容電流としては問題がなくとも コードの長さによる電気抵抗による損失が大きくなるためより太いコードを使用し電気抵抗を減らさないと損失の分だけバッテリーの電力を無駄に消費しバッテリーの減りが速くなってしまいますポイントバッテリーとインバーターの距離はなるべく近くにしコードの長さによる電気抵抗の増加を抑えた上で十分な許容電流があるコードを選択すると良いですバッテリーとインバーターの距離が離れ 高度が長くなる場合は電気抵抗を少なくするため許容電流だけでなく電気抵抗の低減も考えなるべく太い高度を使用すると良いです。3充電用途バッテリーの充電用途の場合もインバーターと基本的な考えは同じですが充電器の種類によっては電圧効果が問題になります。特に走行充電は高度が長くなる傾向があるため 必要電圧まで昇圧する回路を搭載していない場合は電圧効果により電位差が少なくなり充電する力が弱まります。そのためなるべく電圧効果が起きないように高度が長くなる場合より太い高度を使用する必要が出てきます。必要電圧まで昇圧する回路が搭載されている場合充電対象のバッテリーにかかる電圧を確保するために出力側とバッテリーの高度が短くなるようにし 入力側のコードを長くすると良いでしょう同じく高度が長くなりがちなソーラーパネルによる充電の場合も同じで充電コントローラーの出力側のコードを短くすることで充電対象のバッテリーに十分な電圧をかけることができますなお発電による電力供給の効率の観点からすると発電から充電コントローラーまでの配線も重要になりますポイント充電用途においては 電圧効果を避けるため、なるべく短く配線するか、電源からバッテリーまでの距離がある場合、バッテリーにかかる電圧を確保するため、充電器からバッテリーまでの高度を短くし、電源から充電器の高度を長くした方が良いです。昇圧回路がない走行充電の場合は、なるべく太い高度を使用し、電圧効果を回避すると良いです。また、AC 電源を使用した充電器の場合、 最大値の電流が流れている時間が長いためワンサイズ上の太さのコードを使用し発熱量を抑える対策をすると良いです。4一般配線用途元からある配線から分岐させる場合は消費電力の少ないものをつなぐようにします消費電力の大きいものをつなぐと元の配線の許容量を超えヒューズが切れたりヒューズが切れなくとも配線の抵抗による損失が大きくなり バッテリーの持ちが悪くなったりします消費電力が大きいものをつなぐ場合は個別にコードを配線しコードの許容電流を上げるほか電気抵抗を減らすことで損失を防ぐと良いです特にモーターやヒーターを使用する場合は電圧効果により能力が低下することが多くありますので十分な性能を引き出すためにも十分な太さを持ったコードを個別に配線すると良いです5安全対策のヒューズ 12V の配線には必ずヒューズを使用します。ヒューズの選び方はいくつかありますが、今回は配線上のヒューズの話をします。機材に指定がある場合は個別に設置します。ヒューズの定格電流は、使用する高度の許容電流よりも小さい値を使用します。ヒューズがなかったり、許容電流よりも大きい値のヒューズを使用すると、許容電流以上の電流が流れた場合に遮断することができず。 配線が燃えてしまい、電気火災につながる危険が生じます。ヒューズの位置は、マイナスアースの場合、バッテリーのプラスに近い位置に設置すると良いです。これはヒューズの手前で短絡すると安全装置がなく、電気火災につながるため、なるべく危険につながる配線を短くし、安全性を高めるためです。細い配線へ分岐させる場合は、配線に合ったヒューズをプラスの分岐の直後に設置します。ヒューズの種類には、 ヒューズ管、平型、ミディ、ANL と種類がありますが、特に大電流を常時流すことを想定した場合、ミディや ANL の大電流用のヒューズを使用した方が良いです。管ヒューズや平型ヒューズの場合、充電器のような長時間大電流を流す用途においては、接点抵抗による発熱の累積で、ヒューズボックスが高温になるものがあるため、圧着端子によるボルト止めが可能な。 ミディや ANL ヒューズ及びヒューズボックスの方が接点抵抗を少なくし発熱を抑えることができるので適しています。6コードの種類コードの種類は用途に応じて決まってきます。インバーターや充電器の場合大電流が流れる想定のため抵抗による熱の放出を助け許容電流を高めるとともに太い配線の取り回しを容易にするため。 KIV コードをプラスとマイナスを個別に配線します。太いコードの場合、より線が細いタイプを使用すると、可動性があるため、取り回しがしやすいです。一般配線の場合、短い配線では KIV を使用し、コルゲートチューブでまとめる方法でも良いですが、長い配線となると、二芯がまとまっている VCTF など、100V と同様のキャブタイヤコードが便利だったりします。ただし、 100V のコードと混同させないため新線の色を変えておいた方が良いです。また配線をまとめると許容電流が下がりますので複数のコードを同一の管に収める場合はまとめた数に応じた許容電流で計算します。以上が 12V における電源コードの選び方ですが少し複雑だったかもしれません。全体を通した大きなポイントを話しますと 12V は 100V と比べ 大電流が流れる配線が多くなるため許容電流を考慮し十分な太さのコードを選び許容電流に合ったヒューズを必ず設置するほか電気抵抗の影響も受けやすいため大電流が流れる場合は太いコードで短く配線し電圧効果や電力損失を防ぐことが重要となりますコードを太くしても安全面や送電効率においてデメリットはありませんデメリットは取り回しが悪くなったり コストがかかるという点ぐらいだと思いますので、12V のコードの選択で迷ったら、太いコードを選ぶと良いでしょう。ご視聴ありがとうございました。